オン。どうも、今日も笑顔でいらっしゃいませ。イオンの魅力宣伝担当なめちゃんです。今回のテーマは防災。最近は天候が不安定で自分の住んでいる地域は大丈夫なんて思えない日が多いですよね。改めてイオンが備えてほしい防災用品を紹介します。と言っても私もともと食品売り場の出身なので、今日は心強い防災用品担当の方をお呼びしました。うえい、大人の皆様お久しぶりです。暮らしの品のことならお任せください。住居家担当の宮前でございます。宮前さん、まずは何紹介してくれますか？まずはね、いつ来てもおかしくない地震への備えとしてこちらの転倒防止用品をご紹介します。こちらは突っ張り耐震ポールといって、壁に穴を開けることなく天井と家具の間に突っ張ることで家具の転倒を防ぎます。突っ張る家具の大きさによってサイズを選べるように、様々な大きさで取り揃えておりますよ。これだけ種類があればどの家具でも対応できそうですね。はい。じゃあタンスとかはこれで固定するとして、パソコンやテレビとかはどうしたらいいですか？いや、そのような質問は想定内です。そんな時はこれ、この免震熱着マットを使ってください。こちら4枚入りで約100キロの耐荷重がありまして、大型テレビの下に敷けば地震による転倒や落下の防止に効果があるんです。こんなにちっちゃいシートなんですけど、そんなに大きいのが支えられるんですね。すごいんです。続いては断水時の備え。こちらのウォータータンク、お家にご準備できてますか？収納時はこんなにコンパクトでも、いざとなれば10リットルの大容量。やっぱり災害時の水の確保って大事ですよね。本当に本当に。あとさ、なるちゃん、これ知ってる？わ、なんだこれ。これは防災バッグです。防災初心者の方でもこれ1個あればなんと30個もの防災用品が揃っちゃう優れものなんですよ。中見てみたいです。はい、そう来ると思ってましたよ。まずはこれ、アルミシートね、携帯トイレ大事ですよね。すごい、本当に30個入ってましたね。いざという時に何が必要なのかわからないので、新たな発見につながるよね。あとはさ、今時だとスマホの充電でしょう。確かにスマホの充電が切れたら精神的ダメージ強いですね。そんな方におすすめなのがこちら、スマホが充電できるスマホライト。こんなにちっちゃいやつでどうやって充電するんですか？もちろんね、電池は必要なんですけれども、こちらにね USB ポートがあるので、スマホの充電ができるんですよ。そしてなんとレディオとライトの機能もついてるから、1台3役の優れものなんだよね。これがあれば確かに安心ですね。さあ、今回は防災をテーマに宮前さんにいろいろな商品をご紹介いただきました。災害はいつ来てもおかしくはありません。この機会にぜひイオンで防災用品を揃えてみてください。